どうですか、彼は。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか。いや、知り合いです。そうですか。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医、コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなたは？俺は。あなたどこかでお会いしましたか。いや、人違いじゃないですか。まあ、どうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。え、大丈夫です。警察には言いません。理事長からみんな聞いてます。心配しないでください。そうでしたか。あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか。医者というものは本来体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう、先生。感謝するのならゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。クリス。それよりも彼女の容態が心配です。それじゃあ、その HLA 型が適合するドナーは見つかったんですか。これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。やっぱりカレンが言っていたように、ドナーは見つからないかもしれない。待ってください。これは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが一人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。極秘ファイルだったんで見過ごしていたんですが。ゲイツ。なんて皮肉だ。知り合いですか。その人物に問い合わせをしたんですが、我々の要請に答えてくれないんです。ゲイツ、なんとかここへ連れてきてもらえませんか。彼以外には。患者には兄弟がいないですから。ですが、ごく稀に。何か。両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが、親子でも一致の可能性はあります。ただカレンの両親はすでに死亡している。北条のバイオモートも釈迦。はい、残念ながら。それに本当のところ。何です。彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから。ええ、たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。 HLA 型はもちろん、 DNA の塩基配列、網膜パターンなどの医学データはセキュリティ管理のため厳しいです。患者である彼女のデータは分かりますが、家族とか親族のものはね。それじゃ検視結果なども。そうです。法的で必要なもの以外は全て。そうです。念のためにあなたの HLA 型も調べさせてください。ああ、気休めだが。すぐ終わります。この血液を用意してある抗体を使って HLA の番号を調べるだけです。 HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。全身麻酔をして
骨盤に太い針を何本も刺すんです。え？そんなに心配しなくてもいいですよ。昔は骨髄移植用にドナーから1リットルも取ってたんで、3、4日は入院してもらわなければならなかったんですが、今は採取した骨髄細胞を人工培養して 5、6 倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサ、どうした、メリル、どうした。ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子、病室にいたがらないの。マーク、お前。これがそうよ。この左側のバイクスーツの男は、レッドウッドだわ。ジョナサン、ダメよね。こんな絵じゃ何もわからないわよね。右側が宇宙服の男か。ん？これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって、あの時現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう？もしかしてそれ、マークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花？あの時そんな花咲いてたっけ。ジョナサン、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか、反撃しなかったか。どういうことだ。デカ長は5年前マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったの。ナーク中毒者だった元 AP のフローズナーだね。エドの取った行動は正当だ。そうよ。そのナーク中毒者の名前はリドリー・レッドウッド。レッドウッド？現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工受精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。この子は全てを知ってるわ。この絵のバイクの男が自分の父親だって、自分の母親を刺し殺したあの父親だってね、また自分と自分の大切な人を殺しに来たって。マーク、大丈夫だ。エドは俺が守る。心配しなくてもいい。レッドウッドは兄を殺したデカ長を恨んでいたのよ。唯一の肉親である兄を殺した。それであの時レッドウッドはもう一度父親を殺すのかって言ったのか。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。レッドウッドめ、人の心をもてあそびやがって。マークを誘拐したのも初めからそういう魂胆だったはずよ。これは復讐なんかじゃない。どういうこと。奴は仇を取るような男じゃない。ただエドを苦しめたかったんだ。マークに一切手を触れなかったところを見るとな。なんて奴なの。あるいはマークを傷つけない理由が他にあるのかもしれない。エドはあの時なんて言ってた。撃たれた時確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。何か匂うわね。匂う。そうだ、匂いだ。マークの絵の意味が分かったぞ。